こんにちは、久米ブロズです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。はい、まあサーフィン真っ只中、はい、そろそろ需要が出てきてるんじゃないでしょうかということで。確かに。はい。ハウトゥー講座へようこそ。お。はい、やっぱりハウトゥーいろいろやってきたんですが、はいはい、これを知りたいなっていう方いらっしゃると思います。多くいるんじゃないでしょうか。だよね。はい。まあこのね夏サーフィン始めてる方、はい、そして、初級者の方、そして中級者の方。さらには上級者の方、はい、皆様が意外に知らないけど初歩的、初歩中の初歩、はい、これを皆さんに今日は伝授したいと思います。はい、つまり How to パンピング。よっ。意外にやっぱパンピングをすると、はい、スピードつくぜって思ってる方、そうですね、かなり多くいらっしゃいます、はい、もちろん間違ってないんです、はい、ただこのパンピング間違った方法を取るとスピードを出すどころかかなりのブレーキになってます。その通りなんですよ、はい、でまあ最近ねもう僕らサーフィンしてる中で、はい、こうパンピングしてる人をよく見るじゃないですか、うんうん、ただそのパンピングじゃあ進むどころか止まってますよっていうパンピング結構あるよね。多くいらっしゃいますね。 それを、まあはい、今回は実演と今ハウトゥーっていうのを混ぜ合わせて皆さんに伝授していきたいなというふうに思います、はい、知らない方のためにも、はい、パンピングっていうのは、はい、波がこう熱くなってくるセクション、はい、パワーがなくなってくるセクションでよくこう屈伸運動のような、はい、動きをしてサーフボードを前に進ませる動きのことをパンピングっていうんですけど、はい、まあ、このねパンピングただただもうがむしゃらに板を踏みつけるだけだと全く進まないんですよね、はい、なんでまずはこの陸でしっかりとボードの動きっていうのを皆さんに説明していきたいと思います、はいはい、まずお願いします、水平姿勢で、まあ、サーフボード走っていきますよね。はい、兄ちゃんのこの手の部分が水です。はい、水にこう浮いてますよね。サーフボードは浮力体になりますんで、でそれを浮力体をグッて水の中に押し込むとどうなりますか。はい、反発します。そう、はい、その通り、こう浮き上がりますよね。ボン、この力を使って前に押し込んだ反発で前にボン、押し込んだ反発で前にボンっていう、こういうことなんですよね、はい、パンピングって。ただですよ、多く間違ってる、はい、それはお願いします。ノーズを持ち上げちゃう、はい、こういうパンピングをしている方が多くいらっしゃると思うんですけれども それをすることによってどういうことが起きるかと言いますと、はい、おっと、これ水面の水の中にテールがもう潜り込んでます。はい、これヤンキー二血引きずりスタイルです。このパンピングはありづらかなりテール部分を引きずっちゃってるんですよ、はい、水の中で。そうなるとどうなるんですか。この状態で前に進もうとするから水面にテールが思いっきり当たってるんです。ブロックして前をただ叩く、ブロックして前をただ叩くっていう、このもうスピードが出てないような状況になってしまうんですよ、はい、かえって減速させてるっていうことですね。そうなんです、はい、多くの方は後ろ足でサーフボード押し込んでる、押し込んでる、まあ踏み込んでる、うん、なんですけど正しいパンピングっていうのは、まあ、前足をしっかりと同時に踏み込む、はい、踏み込む、そして上半身ですね。上半身は基本的にこう前にちょっとこうふわっと前に行く感じです。踏み込んでそのサーフボードの反発を使って前にふわっていく感じ、それができてないともう要はこういうパンピングですね。踏み込んで踏み込んで踏み込んで、はい、そうするとやっぱブロックブロックブロックになるんで一切進まない、はい、この水のねこの反発っていうのも使えてない、はい、なぜかというとテールだけしか沈んでないから浮き上がる力も弱いですよね、はい、むしろ浮力体がノーズがこう勝ち上がっちゃってますので、うん、こういう風になってる方がすごい多いです。本当に初歩的なそういったパンピングのミスっていうのが結構な方やられてるんで、はい、やっぱどうしてもねそういう熱いセクションで前に出ていかないとかいう時に、うん、意外になってるパンピングが今のような状態になってますんで、これはね改善していただきたいなと思います、はい、そしてですよ、はい、パンピングのダメな例、はい、その2、はい、はい、こちらもありますね、はい、つまり、はいはい、水面がここですよね、はいはい、水面がここだとすると、はいはい、これもノーズ刺さってるんですよね。これもさっきと同様もうブレーキブレーキブレーキ、はい、ノーズが刺さっても当たっちゃうんですよ水が、うん、こういう方よく見ますよね、はい、こういう方、そうですね、はい、見ますね。パンピングの時に、はい、前肩がもう下がっちゃう、もう俺行きますよっていうパンピング、はい、このスタイルは何というでしょうか。
前傾リーゼントスタイルですね。ありがとうございます、はい、こちら前傾リーゼントパンツ。いつからなんかそのヤンキースタイルに寄ってくようになったの？まあだからね、こういう、まあ、前だったり後ろだったり、はい、サーフボードがこう角に水の中に入り込みすぎると、はいはい、その浮力自体をうまく使えてないんですよね、うん、そもそもが。一番いい姿勢、そして正しいパンピングの方法というのを皆さんに伝授していきたいと思います、はい、それじゃあよろしくお願いします。サーフボードは、はい、しっかり押し込む、まっすぐ、はい、押し込む。沈めた時の反発を使って前に押し込んで前に。サーフボードの動きはこんな感じですね、はい、で、体の動かし方を、はい、正しい姿勢はスタースは普通、はい、でもう体重、姿勢、重心まっすぐ落とします、まっすぐ落とします。でそのまんま踏み込んで前へ、踏み込んで前へみたいな感覚ですね、はい、でそれが悪い例になると、後ろ足を強く踏み込んで前をバン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 ってなると、もう後ろ姿勢になって、そもそもテール側に重心がかかりすぎてブロックになる、はい、そしてさっき言った2つ目、前に踏み込みすぎてバン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 、ノーズが刺さりやすくなってしまってブロックになる、はい、なので基本的にはスタンス、まっすぐ、そして重心の体幹はまっすぐ置いた時点で、はい、踏み込んで、その後体の力をふわっと抜くイメージです。グッて踏み込んでふわっと抜くイメージ。だから踏み込んで上にビョンって飛ばなくても別にいいです。自分が踏み込んだ分のサーフボード浮力で起こしてもらう、そんなイメージでやってもらうと一番いいサーフボードの浮力っていうのを使えて前にフローして走っていく、そういうね風に使っていただければ、ちょっと暑いセクションでももう一歩前に出れる、はい、そんなパンピング方法になりますんで、はい、ぜひね皆さんこれから、実演していってそれを参考に見ていただきたいと思います、はい、それでは行ってみましょう、よろしくお願いします。さあということで、はい、パンピングの実践してきたんですけども、はい、まあ、映像を見ていただければもう一目瞭然だと思います、はい、兄ちゃんがやったねテールを強く踏み込んで、はい、ノーズがすごい勝ち上がってしまうパンピング、はい、そして僕が、やった前を踏みすぎてノーズが沈んでいってしまうパンピング、はい、サーフボード全体に一定に、負荷がかからないとどちらかが水面に入り込んでしまってもうブレーキがかかってしまう、はい、まあ、僕だったらね、こうレギュラー方向にしっかりとこう最後までつなげるっていうのをまあ見てもらえたと思うんですけど、はい、実際にそのダメなパンピング、はい、まあ、普段やんないと思うんですけど、やってみてどうでしょう？もうやっぱりこのテールが沈むことによって、完全に毎回毎回ブレーキがかかってるなっていうのは感じたので、はいはい、パンピングの意味がないなっていうふうに
思いましたね、素直に。はい、まあ、あとさ、かなり大げさにやってるから、はい、この映像を見て、これは大げさでしょって思ってる方いると思うんだけど、はい、実際、まあ、今日も本当に似たようなバンピングをしてる方っていらっしゃる、はい、いらっしゃいました。まあ、夢中になっちゃうとやっぱどうしてもさ、こうバンバンバンって踏み込んで一生懸命前に行きたくなるのは分かるんだけど、全然大げさにやってないぐらいなってることっていうのが、まあ、ありますので、そうですね。まあ、あとやっぱりこう激しくこうやってるとパンピングしてるなっていう気持ちになっちゃう。はいはいはい。だからそれがかえってそういう過剰にこうオーバーアクションになってしまって、こう逆にブレーキがかかっちゃってる状態になってると思うので。なるほど。だからそこら辺は、まあ、あの体の使い方をうまく使って、であとはサーフボードの浮力をうまく利用してもらえれば、あの上級者のパンピングが成功すると思います。はい。パンピングをして陸からこう見てるときに、どうしてもあれノーズ上がってるじゃんっていう風に見えるんですよ。これ見えるのはサーフボード自体ロッカーって言って、ノーズエリアがこう反ってますね、うん、反ってるんで若干こう上がるだけでもノーズが上にこう上がってるように見えるんですね。だからそれを勘違いしてノーズエリアをこうバコンバコンバコンって上げてしまってる人がいるんですけど、実際まあ僕らがやってるのはノーズを無理やりこう上げてるわけじゃなくて、板を踏み込んで上に浮かしてる、上に浮かしてる。そういう時にこうノーズエリアがロッカーといって反り上がってるんで、上に上げる時にノーズがどうしても上がってるように見えるんですよ、陸から見てると。だからこうノーズ上がってるじゃんっていうのは結構この間違い、はいはい、このサーフボードの構造上ノーズが上がってるように見えちゃうっていうのは意識してもらえれば、はい、こうテールを踏み込んでノーズをこう上げようっていう、そういうパンピングっていうのは減ると思うので、はい、それもねぜひねこう自分のパンピングと照らし合わせてみてください。はい。というわけで、まあ、今日みたいなねこう真ん中がとろかったり波自体にね、はい、力がない時はパンピングっていうねこう動作っていうのは絶対に、はい、皆さん行うと思うんですけど、まあ、間違えたパンピングっていうのは、まあ、今すぐやめてください。はい。今回こうレクチャーしたパンピングっていうのをぜひ実施していただければ、はい、そういったセクションでもね少しでも前に進んでいって次のセクションに、アプローチできたり、よりね長い距離ロングライドできたりっていうことがあると思いますので、はい、ぜひ、参考にして試してみてください。はい。じゃあ最後に、おさらいよろしくお願いします。はい、はい。サーフボードはしっかり真ん中を押し込んで、はい、サーフボードを平らに押し込みます。はい。で重心は前になりすぎない、はい、ちゃんと軸をまっすぐ、このパンピングをしてもらえれば、はい、上級者のパンピングが成功すると思いますので、はい、ぜひ皆さん参考にしてチャレンジしてみてください。はい。梅ブローズ応援してます。はい。ということでね、なんかまあ他にもこうレクチャーハウス知りたいなっていうことがあれば、はい、ぜひコメント欄に書いていただければ、はい、まあ、お答えしていきたいと思いますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。しっかりと体に身につけてよりいいパンピングをしてみてください。それでは素敵な週末をお過ごしください。久米ブローズでした。ハッピーウィーケン。